さあ、それでは11号車参りましょう。 J2 クラスでここからマシンが続いていきます。名古屋スバルラックダンロップ WRX 三枝聖也船木和義、3、2、1スタート。いってらっしゃい。さあ、 J2 クラスのトップです。クラスの1位が不意になるところでしたけれども、なんとかこのギャラリーコーナー、逆にあのギリギリのラインで三枝選手が見せてくれたのかもしれません。いやー、今のはそのまま行かなくてよかったですね。そのまま行かなくてよかったのと、プラス振り返してね、土手の方に行かなくてよかったですね。右側には壁がありますので、あそこに行かなくてよかったなという感じがしますね。チャレンジカップも制したこの2人、さあ連勝なるでしょうか。もうかなりね、かなりこう確実に確実に、さあ今フィニッシュ。そういったチームです。さあ、ドリフト出身のカンタ、いやー、でもラリー2戦目なんですけどね。前回の三河湾ラリーでデビュー、そしてこの第2戦から挑んでおります。もうこの後は何か見せて覚えて、さあやってまいります。そんな印象がありますが、石川翔平、大倉瞳組 SS11 フィニッシュ。来ましたね。さあ、このまま19番大原の石田組。いいですね。前回の三河惜しかったですからね。最終 SS までトップだったんですけれど、最終 SS でタイヤトラブルにより、優勝を逃したという。泉選手を押していただければと思います。さあやってまいります。でかいね。ここね、ちょっとみんなインカットするんで、結構土が、まあ、やってまいります。もうでもめっちゃ頑張ってる。カラツはどうか。なかなかいい走りを見せてくれたんじゃないでしょうか。花輪正史選手までが通過をしています。花輪選手は現在のところどうですかね。
素晴らしいですね。だんだんこの経験値がねついてきてるんじゃないでしょうか。もがみさん、13番小泉村山組の走りをご覧いただきました。さあ続いてが、おお、おお頑張ってる。いや結構初のリリース参戦とは思えないぐらい踏んでましたけどね。の方ではねかなり腕を磨きました。からこのラリーに飛び込んで初ドライバーではラリーですよ。さあやってきた。ライン取りをしていきました。今中溝選手もフィニッシュしています。これは早い。昨日トラブルがあってなかなか思う走りができなかったんですが、さすがでした。早いぞ。一番アグレッシブでした。僕はそのまま左側行くんじゃないかっていうぐらい突っ込んでましたけど。